さあヒーローズのガチャやっていきましょう。今回はワユちゃんが子供の姿になったということで、はい、まあどっちかっていうと僕は好きなキャラには忍びガチャに来てほしいと思っている派なのですが、まあ最推し候補の一人なので手つかずっていうのはちょっともったいない気もしたので回していきます。で現在ね、およそ1フェイ分というか1天井分回して現在4凸の状態です。はい。で最近はもっぱらポケモンの方のアプリやってるんですけど、そちらの方 Google のね、あの課金でポイントって貯まるじゃないですか。そちらで引き換えとかあるんですけど、ポケモンの方は対象外なんですよ。なんでずっと貯めてたんですが、ヒーローズはね引き換えで2分の1フェイと交換できるので、それを駆使してやっていくので比較的懐に優しい動画シリーズとなってくることを祈っているぞ。開幕フランネル来てびっくりしてんだけどな。うん。だけど説明を途中で止めることはできない。はい。というわけで今日のワユやっていきましょう。現在の凸数はさっきも言いましたが4から、で基本的に赤狙い、できればイレースちゃんがね、実は一番欲しいのはイレースかもしんないけど、広角枠だからわざわざ狙うこともないのかなという日和を見せています。そしてセネリオくんもちょっと欲しいんだけど、まあ2頭を追うものですらなんとやらなのに3頭まで追っちまったらもうアウトですからね。はい。 4% 超えたあたりから緑行こうかな。欲張りさんなのよ。はい。なんだかんだテリウスでまとまって引ける機会っていうのは珍しいので、そこは狙っていきたいところ。あっと手が滑ってしまった。手が滑ったのなら仕方ないな。今日もローションまみれでお送りいたします。ロス。というのもね、一点狙いしてると意外と星4だろうがひょこって引っこ抜いて帰るっていうのができなかったりするんですよね。意外と星4ピックアップならたやすいと思いたいんだがね。一面が結構並んでいるね。チーズ。で今回はアイクと抱き合わせなので意外とピックアップのリセット率は高めです。あらららら、すり抜けだけどパオラさん大好きなので OK よ。 3.5% を生かさせていただく。こういう時はなんか悔しいからね。シュワッとセル10。はい、じゃあリセットです。一旦クールダウンしようか。しかし次の戦いは即始まるのです。行くぞ。ヒュー。カタリナちゃん懐かしいな。昔はカタリナちゃんが欲しくて必死にガチャ回したらルーク君が大量に出てきて、最終的にはルークの方がお気に入りになったという謎のドラマがあったんでしたね。わーお、パオラさん大好き、ありがとう。マジかよ。工場キャラはこういうところあるからな。子供ガチャは工場ではない、超英雄限定なので、そういう意味では今とかダブル超英雄ピックアップだっけの時を待たなきゃいけないんですよね。なのである程度ここでそこそこの強さにしておきたい。ちなみに今回の目標としてはだいたい9凸ぐらいかな。そう、今言った通り復刻待てば天井で確実に1体手に入るので、そこまで攻めたらいいかなという感じです。無理をする必要はないからな。と言っても見栄えがあるからな。おっと、即闇落ちするというコンボを見せていく。いいね、すり抜け率。もうこんだけすり抜け率が高いなら逆に悪くない。おろっていい。イレースちゃん欲しいな。お願いします。なんかこんだけ緑あるとどれかにイレース混ざってんじゃねえかなってなるんだけどね。混ざってませんな。わーい。ヒューベルトくんなんかこう、ね、割り切ってて好きよ。そういうキャラが評価高いな最近は。うさんくさかろうがなんか自分の立ち位置をよく理解してらっしゃる。怒涛のすり抜けで星5率だけは一丁前。しかしお目当ては手に入っていない。これでは明日の今日のワユ動画で凸数変わってないやんけと。あ、間違えちゃった、手が滑っちゃったの。まあイレースなんで OK でーす。本当に OK でーす。かわいい。この子相変わらず食べ物要求してんな。元気で何よりです。まあ、イレースちゃんもやっぱ欲しいわ全力でってなったら、だいたいまあ、
6凸ぐらいから動き出せば十分間に合うんで。あー、キャスもいんのか。ツラレクマ、ツラレクマ、キャス可愛いよな。うん、ヒーローズでめちゃくちゃ、あ、可愛いんじゃねこの子ちょ。おいおいおい。もう思いが伝わってんのよ。もうやばいね。もうテンション上がってくるね。キャス10体引くまではやってもいいかもしれないな。羽の量はあんまり気にしなくていい。星3でもいいから。とりあえずキャス揃えたいかもしれない。うん。なんか目標がどんどん増えていくと困るな。緑と赤にしても、まあ、やがてね、緑引き切っちまうと、赤がない時もあるだろうからな。その時は白引けばいいんだけどさ。うわ。にしても、お目当てのワユちゃんは未だ出ず、今回、使わないまま、使わないじゃない。出ないまま、第1回目を終えてしまうかもしれない。先生、素材として申し分なし。にしても、こうしてみるとさ、僕の印象では比較的新しいキャラも降格するようになっちまった。この特別枠だけでなんか貫突しようとしているやべえやつがいるんだよな。その名はルーク。さすがにもう改めて環境から置いていかれてそうな気はしますがね。ワユ来ねえんだよな。まあヒーローズのガチャってそういうところあるんでね。セネリオくんも1体は欲しいな。お、いいね、いいね、いいね、2体目。怒涛のイレース、素晴らしいよ。セネリオくんはね、星5限定なんで、キリないんだよな、狙い出したら。欲しいけど、1体、おい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 。イレースばっか出てくるじゃん？いいよ、いいよ。可愛いは正義だからね。ふわっ。元の最推しという補正を切れば、一番今回気になってるのはイレースなんですよ。で、セネリオキュンもいいな、みたいな。だけど、セネリオキュンは設定上、あんまり言葉がね、話せない状態なので、あんまり欲しい欲しいって言ったら、あいつやべえぞってなりかねない。その辺はちょっと、半分お口チャック。口半開きでお送りいたしていますが、今回の石が間もなく解けようとしております。異常なテンポでお送りしましたが、今回は煙待ちとか全然してないからね。テンポ最優先 TNP ですが、たまには待ってもいいんじゃない。待ってもな、結局な、ドキドキ感とか言ったって結局こうなんだよ。パート数を今回重ねそうな気がしますから、一回一回のテンポは上げ上げでお送りいたしております。蚊に刺されました。かゆい、今気づいたわ。リリーナーと、まあ結構待っててもね、そこまでテンションの上がるメンツとは限らないので、星5確定演出があったらじっくり待つんですけどね。星4だったらもうこうなってて、ほうほうほう。星4も星3も大差ないですからね、このゲーム。どっちもまあ等しく降格枠みたいなところあるんでね。キャモン、まあちょうどね、石使い切れそうなんで、緑と白一個ずつ引いて今日は終わりましょうか。ここでセネリを引いたら完璧なエンディングなんだが、どうでしょう。よろしくお願いします。ジェニーか、意外なところ来たな。なんか今日オファガチャみたいな、あの一回無料ガチャで引いたよ。新罰はそろそろ価値が落ち着いているかなというところで、今回の本日のワユ成果ゼロということで終わりたいと思います。星5率だけは尋常じゃなかったんだけどね。で、ちなみに本日のワユシリーズは例の Google ポイントのあれだとか、お得なオーブだとかがなくなったら強制終了となります。ありがとうございました。